しくお願いします。はい、今日僕が持っているのはこの富士源山雅カラーのですね、この特別なギターなんですけれども、ちょっと暑いですけれども、ぜひね、日陰でゆっくり山雅ビールでも飲みながらですね、聴いていただけたらなと思います。じゃあまずテーマですね、ちょっとこのギターで弾いてみようと思いますので、ぜひ皆さん聴いていただけたらなと思います。はい、開始いたします。
ありがとうございます。いやいい音するんですよこのギター。はい、これ不次元製って、言うんですけども、あの不次元っていうねギターメーカーが、作っているんですけれども、日本で一番多いんじゃないですかね、エレキギターとしては不次元。うん、もうどこの楽器屋さん行っても不次元のギターありますかって聞いたらあると思うんで、ぜひねあのチェックしてみていただけたらなと思うんですけれども、はい、これエレキギターですね。こんな音がします。で、もう一曲、僕の曲をちょっと演奏したいと思うんですけれども、それレッドバブーンという曲なんです。ちょっとお祭り感のある曲なので、ちょっと勝利を願ってですね、最後に演奏したいと思いますので、こちらも、聞いていただけたらなと思います。はい、今日はありがとうございました。
ございます。絶対勝つぞ。ありがとうございました。あとでスタジアムでも演奏するのでぜひ聴いてください。はい、ありがとうございました。山岸さん、もう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。